九州は宮崎県の小林市にやってまいりました。この地区はですね、西諸地区というんですけど、西諸老金の友の会、老金友の会30周年記念に呼んでいただきました。こちらが老金の瀬尾さんです。今日はありがとうございます。いや、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願い申し上げます。西諸地区老金友の会30周年記念式典おめでとうございます。ありがとうございます。こちらにいらっしゃる方々が老金友の会のメンバーの方々でございます。役員の方とですね、こちらが会長です。会長、お名前を。楠木勝と言います。よろしくお願いします。楠木さん、よろしくお願いいたします。そして副会長がこちらにいらっしゃいます藤崎です。はい、よろしくお願いします。藤崎さん、よろしく、ありがとうございます。ご縁を作っていただきまして、もう一番端にいらっしゃること、はい、老金小林支店支店長の瀬尾と申します。よろしくお願いします。そして事務局長の坂井です。事務局長、よろしくお願い申し上げます。で、私の隣に座っていらっしゃる綺麗ところがですね幹事の田中でございます。田中さん、よろしくお願いいたします。もう後ろにお三方立ってくださってますけど、こちらの幹事の増田です。そしたら中央にいらっしゃる堀之内です。堀之内さん、よろしくお願いいたします。そして福永です。福永さん、よろしくお願い申し上げます。以上メンバーがですね、揃いましたところで、この30周年、30年というのは長いですよね。はい、老金友の会というのは西諸地域、この西諸地域の老金友の会ってどういう友の会なんですか？はっきり申し上げると、大体リタイアをされた、定年以降の活動に基本的にはなると思うんですけども、そこで、労働均衡の運動の、推進活動も若干行いますけども、大体友の会としては交流と、それから親睦を中心に据えている考え方としてはですね、そうしまして年間、今年でありますと5つぐらいの行事を総会でまして行っておりまして、後ろに作品あるんですけども、そういうのをやりながら、こういう高齢化の社会ですので、少しでも健康に役立つように、グランドゴルフであったりゴルフであったり、そういう項目を入れて、で裸の付き合いということで一泊旅行とか二泊旅行も計画しております。いいですね。そういう活動を年間やっ行っています。はい、で歴史的にはですね、30年前の初代会長が坂藤富士さんという方でございまして、この方が30年前に結成されました。で2代目が飯田さんという方でございます。2代目会長、3代目が川内さんという方で、その次が延べ会長でございました。ちょっと今健康を害しまして伏せてますけども、私はその後引き継いで、名前は会長ですけど本当は大根なんですけどもいやいや、にわか仕込みの会長を務めさせていただいております。以上でございます。もう私たちの周りにいろんなこの老金のメンバーの方が作られた作品が並んでるんですけど、藤崎さんもあそこに額の中にねありましたですね。あれは何ですか？恥ずかしくて言えますけど人の目にさらすようなものではないんですけど、ね、いや、見事な作品ですよ藤崎さん。藤崎さん、副会長もう何年ぐらいやられてるんですか？そうですね、もう4年6年です。こちらのメンバーの方、何人ぐらいいらっしゃるんですか？メンバー会員としてはですね、860ぐらいですかね。800人も、多いんですけど、なかなか参加される人は限られてくるんですけどね。この800人の方がまだ私も入ってないという人はたくさんいらっしゃると思うんですよ。そうなんですね。でこちらのメンバーに入りたいという人はどうすればいいんですか？それはですね、もう
年金の受け取りをするというのと、はい、100万円以上の貯金をするというのが条件で会員になります。あららら、そうですか。 そこで、お金の管理をしていただくのがこちらにいらっしゃる、はい、私あの管理は全部こちらの方がされるわけですね。まあ一応金融機関なので預け入れをいただくということなんですけども、はい、先ほど会長がおっしゃったようにですね、皆様がそういう友の会旅行とかあのグランドゴルフとかされる場合にサポートをさせていただいて、他に老金担当もいるんですけど、ちょっと恥ずかしくて隠れてますけど、はい、そうですか、参加させていただいて、私は特にあの旅行にも参加させていただいて、いろんな思い出があって。そうですか、はい、旅行は遠いところはどこに行かれました？去年が四国、はい、四国です、2泊3日です。2泊3日、はい、いいですね。1年おきに1泊2日と、はい、交互にしてるんです。楽しいですね。阿波踊りを見たり参加したり、はい、そうですよ。すごいです、はい、そら運動もした草楽しい、はい、草楽しいですね。方は、はい、あのもう長年ずいぶんあの大御所だという聞きましたけど、はい、あら何年ばっかりこうやってますもう30年の前。そうですね、はい、29年お会員で、会員です。あ、そうですか。もうさ、当初できた次の年からもずっと、そうです。あ、ということは一番詳しい。そうなんです、いろんな歴史をとそのこの友の会は楽しいですか？楽しいです。楽しい、はい、どういったところが楽しいんでしょう？そうですね、皆さん心許し合えるというか、とそれからあの例年同じようなこう行事を、はい、あの総会があって、うん、それから正月の料理作り、男の腕まくり料理があって、うん、はい、旅行があって、グランドゴルフ大会があってっていう行事がこうずっと繰り返してきてますので、はい、あのいつもこう会える人っていうのがですね、楽しみです。そうですね、800人もいらっしゃると友達がどんどん増えてきて、はい、元気だった、どうだったという話をし、その和気あいあいにつながった縁で焼きそばを練ったりとかですね、はいはい、そして自分が趣味の作品を、まあ、今日は30周年の記念式典ですから、はい、あの自分の作った手作りの作品をこういうふうに皆さん方で見ていただく、こんな嬉しいことはないですね、はい、そうですね。もうあの初期で感動したんですけど、はい、竹細工、はい、もうあの趣味の世界を通り越してますよね、皆さん。ですね、はい、これは竹細工の先生がこちら出してもらってます。あ、そうですか、はいはい、それから市の行事でやっぱり、うん、はい、やっぱりあの、あ、そうですか、もうそういう方が、会社は丁寧がございますけど、人生には丁寧がございませんもんね。人生ね、死ぬまで生きている、もう丁寧がございませんので、その生きてる間をですね、どういかにこう過ごしていくかというのがこちらの集まりのような感じがしますけど。そうです、とにかく一旦リタイアされて、そしてまたこのチームに入り、またお金を貯金を貯めて優雅なね、あの年間通して行事を楽しんでいきながら友達を増やしていくというね、こちらに入って後ろの方なんですけど、非常にね、なんというか楽しい感じの人生を送られているような風に感じるんですけど、あの今日は作品は出してないんですか？お、猫が前の、はい、あちらですか、はい、ちょっと移動します、はい、こちらですよ、ご覧ください。ちょっとわすいません、こちら、この猫作品をですね、こうやって回りますよ、はい、こうやって回りますよ。これは見事な作品ですね。お名前は増田隆明さん、はい、これは猫のこの朝起きたらいたんです、そこに。お朝一番7時頃。あら、これは絵ですか、それ写真ですか？写
真です。写真。起きたと同時にシャッター切ったんですよ。ああ猫。はあ、そうですか。これ絵に描いたようなですね、無邪気な猫で、ねえ、かわいいですね。額に入れると最高の作品になりますね。入れんでもいいですよ。お入れんでもいい。いやいやいや、素晴らしい作品です。もうびっくりしました。そして中央にいらっしゃるあの作品はないんですか今日は。出してません。あ、そうですか。笑顔だけ。ではこう早めに来て皆さん方の作品を並べていただいて、はい、ありがとうございます。会長に何かおりまして。そしてこちらのもうあの学校の校長先生なんですけど、先生は何を形でいらっしゃるんですか。いや、まだ去年入ったばかりですよ、ね。去年入られたばっか。わ、お若いんですね。あ、そうですか。あ、ということはこういったあのメンバーの方々が今のところは800人、まだまだあの参加されてもいいんですよ会長。はい、あのいつも随時募集してます。はい、会長が申し上げましたように公的年金の受け取り口座を労働金を指定していただければそれで OK なんです。それができない場合は100万円以上の定期型の預金をしていただく。普通預金じゃダメなんです。あ、はい、とにかく、まあ、貯金して、まあ、逃げはしませんからね、はい、貯金はね、はい、で、皆さん方で頑張って貯金して楽しい人生を過ごしていただきたいと。そうです。こういう、集まりの30周年の今日は、式典ですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今日は私もその式典の中に三味線を呼んでいただきまして本当にありがとうございます。一生懸命頑張ります、はい、以上でございます。老金友の会の加入方法は、老金で公的年金のお受け取りをしていただくか、定期預金お一人100万円以上お預け入れいただければどなたでもご加入いただけます。よろしくお願いいたします。それでは重信様よろしくお願いいたします。いただきましてありがとうございます。無事終了いたしました。皆さんお元気で、また元祖麻婆チャンネルどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。